佐賀競馬のレース展望番組、佐賀競馬パッカル情報局第259回12月27日日曜日レース展望。こんにちは、進行直木里奈です。そして今回の解説は競馬専門誌日本一の小賀さんです。小賀さんよろしくお願いします。はい、お願いします。いや小川さんもテンション上がってらっしゃいますけど、今日は中島記念の。えー 展望ということになっております中島芸人ですかはいワクワクしておりました私もですね長居押インタビューに先日行ってまいりまして<ー> YouTube の方にはもすでにアップされてるんですけれども、はいえー、朝早くからですね長居押の皆さんにも協力いただきまして、うん、あれ何時の収録だったんですか、ね、あれ早かったですよ後で話します、ね、<laughs> でもね今日はあの前頭紹介もありますので皆さん最後までぜひご覧いただければと思います小川さんどうぞよろしくお願いしますお願いしますそれでは解説の前にご覧の皆様に大切なお知らせです 佐賀競馬場では新型コロナウイルス感染拡大防止のため場内の滞留者数を3000名までに制限しておりますまた場内にある J プレーストスでは原則 JRA 開催場のメインレースを午前10時から午後2時まで発売しておりますただし有馬記念当日の12月27日は9時30分開場となります場内でのレース映像の放映やオッズ情報の提供は行いませんのであらかじめご了承ください また、ご来場されるお客様へお願いです。体調不良時のご来場は自粛をお願いいたします。マスクを着用されない方、または体温が三十七点。五度以上ある方は、ご入場いただけません。手洗い、手指の消毒にご協力ください。場内では大声を出さず、人と人との間隔を空けてください。ご来場の際は、厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリココアのインストールにご協力ください。 続いて、地方競馬の勝ち馬投票券の払い戻しに関して、12月29日から2月26日に発売した勝ち馬投票券は、払い戻し有効期限が令和3年1月2日までとなります。対象の勝ち馬投票券をお持ちの方は、お早めに払い戻しをお願いいたしますすさあそれでではは解説に参ります本日の展望レースはこちらです。 第259回12月27日日曜日の展望は第6レースメインレース日刊スポーツ杯第36回中島記念と第11レースのオッズパーク賞2020ファイナルカップ a2 の2レースをお送りします。それでは展望レースその1です。第6レース第36回中島記念の出走表です。距離ダート1800メートル。 午後6時発送サラブレット系3歳以上12頭立てのフルゲート戦となっていますこの年末のビッグレースを勝利した競走馬には2月の佐賀記念への優先出走権が与えられますさあそれでは重賞競争は全頭をご紹介していきますまずは1号馬スーパージンガはい スーパー陣がそうですね前回4着まあここに向けてねえ最終追い切りなんかもね非常にえ素晴らしい動きを見せていましたのでねコンディション自体はね高いレベルにはえあると思いますが今回、打ち枠ですけどもそつのない競馬してくるんじゃないのかなとは見てますすけどもねね、閣僚そうですねまあこの馬はねそのスタートが不安定なんですよね。 出し方によってその序盤の組み立てがまた変わってくるので、まあ、後ろからですと、ね、うんちょっと差し届かないというイメージもありますので、ね、できるだけこうスタート決めて前、前で競馬したいところですよね。3号場池の浅、はい うーんそうですね、まあ、この時期とあってね多少、冬毛が伸びてはいるんですけどもねねそうです、ね、ここ最近ですとうん、まあ、掲示板にも届いていない現状うん、まあ、夏場よりもねうーんその当時と比べると少しコンディションが落ちるのかなといった感じがしますけどもね。4号場スイフトトハートはい まあそうですね追い切りなんかは、ね、反応を確かめる程度でさっと、えー、反応速度も良かったですし、まあ、ここ最近ね4、5着と堅実な走りをしているわけですけどもねあんまり、その清さっていうある清さのあるタイプでもないですからね、まあ、ある程度こう、中段に足をためながら、えー、姉妹を生かすような、まあ、前回みたいなね、えー、競馬をしてくるんじゃないのかなとは見てますけどもね5号場ゲットワイルドはいうーん、まあ、B 特別連勝してね、まあ、クラスが上がって で、まあ、本番の90代商店でもね。3着です。とかまあ、ここもね。中島記念選ばれたわけですけどもね。まあ、レースが上手ですよね。うん、まあ、中距離適性も高いですし。しまあ、スピードはそんなにないんですけどもね。スタミナ勝負になれば、まあこのまま浮上してくると思いますね。6号馬アンバラージュはい。そうですね。まあ、状況なんか見ててもね。もう非常にこう。元気いっぱいというかね。 うん、ちょっと今の本馬場,場でもね。狭いぐらいの動きの良さしてますけどもね。まあ、連勝中っこと、えー、いうこともありますし、そうですね。衛星から帰ってきてまた一段とレベル上がったんじゃないのかな？といった印象もありますね。特に前走なんかね。逃げて強かったですね。7号場キングプライドはいうん。そうですね。休み明けから2000疲れて。まああま2戦目でね。結果は出したんですけどもね。ちょっと。 前走、前前走とね、まだちょっとね、保養も気になるところありますけどもね、それからひ回さえ開けて、中間でかなり入念に、ハードに追い切ってはいるんですよね、また体、さらにね、本番で絞れてくるんじゃないのかなとは見てますんでね、まあ、マイナス10キロぐらい体重、絞れててもいいと思いますね8号場。号北から来た娘、はい そうですねまあ、出走中、唯一の3歳馬ですけども、ねまあ、現時点で、ね、A、2、9でえ活躍するわけですからね、うん。また来年の活躍なんか楽しみですけどもね。スピード能力は、ね、素晴らしいものを持ってますからね。まあ、前まで競馬を組み立てて、まあ、このメンバー相手に、ね、どこまで頑張れるのかとといったところでしょうね。9号前回3着と好、ねまあ、戦してますよね。まあ 九州大商店でも4着と、ね、大舞台でも、ね、掲示板に乗るぐらいの力ありますけども距離なんか、ね、特に良かったですねあの、まあ、動きもそうなんですけどもあこれはかなり調子いいなっていった、ね、印象を受けましたんでね、うんまあ、このまま掲示板のどこかには顔を出してくるはずですよね。15番グレーートパール はいまあ、前回が、ね、2回さえ休んで出走してきたわけですけどもねちょっと、ね、こうレース見てると、まあ、アクセル踏んだりブレーキ踏んだりとちょっとロスのある競馬でもありましたし、まあね、レース後、ね、落鉄したという話も聞いてますんでねそう考えると5着という結果は、ねえー、度外視し,していいのかなと、まあ、この場もね全然そう九州大商店本番で、ね、レコード勝ちしたぐらいですからね、まあ、今回もね本番で、うん、どういった走りしてくれるのか、まあ、ぶっちぎってもおかしくないですよね。 11号馬、エルプシャフト、はい、うーんそうですね、えー、このまま前回6着からまあ、1回戦相手はいますけどもね調整を緩めずに、えーまあ、追い切りの反応なんかも良かったですしね、えー、コンディション自体はいいのかなというふうにこのまま前回4着とそうですね、えー、まとまった成績でも来てますしね非常にこのまま能力が高いですからね。えー そうですねここえー、久々の1008ですかねまあ、長いところでもね、えー、結果を出していますし行ける条件はどこでもいいと思いますねありがとうございましたそれでは改めて古賀さんの予想から参りますこちらですえー、まずは本命にアンバラージュそして対抗にグレートパール黒三角にゲットワイルド白三角にキングプライドとついていますね 先ほどお話しいただいた通り、はい、ということではあると思いますがそうですね、まあ、大方、このレース、うん、アンバラージュが花を切って2番手、キングプライド、まあ、3番手に、ね、短距離馬の、ね、ジャングルキッドだとか北から北娘が行くんでしょうけどね、うんまあ、逃げてしまったら、ね、今のアンバラージュそんなつか簡単にはつかめられなないいと思いますね、うん、なるほど、ね、グレートパールもそうですよね、まあ、前回が前回ですからね。はい うんまあ、去年が2着でしたからね、うんまあ、去年取り損ねえた忘れ物を取りくるでしょうから、うん、動きなんかも非常にいいですよ。なるほど、はい、というわけで古賀さんの良さはこういったことに。はい なりました。そして続いて私の予想は本命がキングプライド、対抗がグレートパール、黒三角がジャングルキット、白三角がアンバラージュということですね。私くしてあの調教押インタビューに行った時にですね、えー、あのキングプライドすごいあの頑張ってほしいっていう熱い思いとなんかこう調子よっていうような雰囲気のお話をねお聞きしたので、ぜひこの中島記念撮りたいと 思いますので撮っていただきたいなという気持ちを込めて、はい、キングプライドを一番に挙げさせていただきましたえー、そしてですねこちらにはいらっしゃらないんですが日本一の永瀬さんと通信社の今村さんからの予想も届いております発表いたしますこちらですえー、まず永瀬さんは本命がアンバラージュ対抗がキングプライド黒三角がゲットワイルド白三角がグレートパールです 続いて今村さんは本命がグレートパール、対抗がアンバラージュ、黒三角がスーパージンが白三角がエルプシャフトとなっています。えー、みんなそれぞれのちょっと予想という感じがしてまいりますが、当日の天気が雨予想ということなので不良ババになった時の展開がポイントになりそうですねというコメントもいただいております。これはちょっとどうなるのか気になるとこですが小川さんの買い目見ていきましょうこちらです。 おそうですねまあ中心アンバラージュで組み立てて、はいえー、まあ負けるとすればグレートパールぐらいかなと、うん、まあ負けたとしてもレンは外さんやろうということでまあアンバラージュを中心に組み立ててまあ相手グレートパールゲットワイルド。 まあ、キングプライドも、ねえーまあ、調子を上げてくるんでしょうけども、ね、ちょっと前回の、ねはい、レースレベル自体をちょっと僕自身が、ね、疑っているので、ねうん、そう考えると前哨戦として信頼できるのはやっぱりこうアンバラージュが勝ったレース、えー、それらを相手に組み立てて、まあ、一応、ただき3戦目どれだけ変わってくるのかキングプライドの上昇とも、ね、非常に怖いところでもありますしそうですねあとね追い切りなんか非常に良かったスーパー陣が。うん あとね怖いのがスイフトハートなんですよね、おそらくグレートパールのちょっと後ろぐらいでこうマークしながら一緒に弾けてくるんじゃないのかなとは見てますなるほど、こうなってくると展開がもう気になってしょうがないです。 ドキドキしますね。どんどん話が進んでいくとドキドキしてしますけども、<laughs> 私も一応発表させていただきます。こちらです。えー、3連覆、えー、7番キングプライド軸に1,5,6,10,12ということですね。もうあのこの日のためにいろいろ考えてきたんですが、結果こういったことにしてみました。6と10の間がなんかクマなのかダークホースなのか。<laughs> いやあれは馬ですよ。ミッキーマウスなの <laughs> ちょっとねここもちょっと心配になりますねこうなってくるとね間違えちゃったっていうところが不安にはなってきますけどあのはい皆さんぜひあの今日はね3人分の予想もありましたのでご参考にいた,いただければと思います、はい、さあそれでは続いては展望レースその2です第11レースですオッズパーク賞2020ファイナルカップの出走表です距離ダート 1400m 午後8時40分発走 サラブレット系3歳以上11頭立てとなっていますさあそれでは古賀さんの予想を出ております、えー、本命はロトビグラスですねそうですねロトビグラスまあ前回スプリント戦勝ち上がったわけですけどもねまあスタート上手なんでねそうなってくるとね序盤の組み立てが楽になってきますからねうんまあ佐賀のオータムカップなんかでもね重傷で4着とねまあ え見せば十分の勝ち馬のフォークローバーを、ね、苦しめるぐらいの走りを見せたわけですからね、えー、ま,あますます強くなってもう本当に馬体も、ねあのー、ボリュームがあって、ね、あの非常にいいんですよね、ここでも、ね、自分の展開を作ってしまえば、ね、もうそのまま逃げ切ってしまうんじゃないのかなというのは見てますえそして対抗がラブ・ミー力・リッキーラブ・ミー・リッキーも今回2戦目にはなってくるんですけどもね、まあ、初戦で、ね、あれだけの 走りを見せたわけですからね、まあ、上位2投に対しても本当に僅差の3着というふうに、えー、まあコース2度目ということなんで、まあ、多少ねやっぱりこう上積みもあるでしょうしね時計も縮めてくるということを考えるとまあこの馬が前進してくるのかなとは見てます。そして黒三角が昇進位 そうですねここ2戦連勝はしてますけどもやっぱりこう前のペースが速くなって展開手伝ったというところも、ね、なくもないんですけども、まあ、それでも、ね、やっぱりきっちり勝ち上がってくるこの脚力ですよ、ね、うん1400、この馬からしたら少し、ね、短いところもあるえー、距離的性自体が、ね、あの長いところにあるので1400というのはちょっと、ね、距離不足かなといったところもありますけども、まあ、足を余さなければ、ね、この2連勝した末足が。 直線決まるんじゃないのかなと。そして白三角が旗のリブール。はい。リビールですね。失礼いたしました。旗のリビールです。うん、そうですね。まあ、このままどっちかというと中距離戦向きかなというふうな見方をしているんでね。まあ、休み明け今回四戦目ということで、まあ、じわじわとね、こう着順はね、上げてきてるんですよね。まあ、内容も詰めてきている。こう内容ですから。まあ、そろそろね、レーンあたりに絡んでもおかしくはないと思いますね。 ありがとうございました、えー、それでは古賀さんの回目です。こちらです。お願いいたします。はいまあ、先ほど紹介した旗のリビールまでと、はい、まあそうですね。ウェーブキング2号馬とえー、8号馬のホワイトウィングス、この辺りも入れたんですよね。まあ、ウェーブキングに関してはね。まあ、前回その形を作れずにね。負けているので、その競馬をして負けたわけではないんですよね。うそう考えるとうん、まあ、中間のえー、追い切りなんか見てもね。 このまま軽快なフットワークでコンディション自体はいいですからね、まあ、今回、前回その課題としたところを修正してくれればね、うん、え順分に変わりがあると思います、はい、まあホワイトウィングスも前回6着ですけどもねこのままちょっとこうねジリっぽいところがありますんでね多少こう前がペースが流れてくれれば、まあ、このままの、ね、34着した時の走りみたいにね直線ね。ね いきなりこう突っ込んでくる可能性が高いと思いますねうん、ありがとうございますぜひ皆さん11レースにもご注目くださいさあそれでは続きましてトラックマンの一押しのコーナーです解説者の皆様に最も自信のあるレースを一つピックアップして紹介していただいています古賀さんの一押し日曜日の一押しレースこちらです7レースですね、えー 八号馬アルファはいもう一言で言ったらもう絶好調です<ー>、はい、なので前回六着まあ千三百という距離条件自体がねまあ前回と一緒なんで、ね、正直短いは短いですうん、うん、短いんですけど前回が出負けしてちょっとこうなんていうんですかね余計なところで足を使ったりですとかもう形をまず作れてないので、うん、まあ前回に関しては全く気にしてないですあもう次回狙おうというところで見てましたから、うん、なるほど。うん 今回のこ,こ巻き返してくれると思いますなるほど前回のレースちょっとこう心配なのかなって気もしたんですが、はい、今のお話聞くとなんかこう自信になりますねもうずっと買い続けていいと思いますよその、うん、調子が落ちるまでこのままなるほどすごい自信ですね自信しかないです素晴らしい、はい、これは楽しみなレースになりそうですぜひ皆さん7レースにもご注目ください、えー、小川さんありがとうございましたさあそれではこちらでお知らせです いよいよ終了を迎えるクリスマス仕様のイルミネーションロマンチックファンタジーが今週末も点灯いたします SNS 映え間違いなしのイルミネーションが午後5時30分からお楽しみいただけます12月27日日曜日は光る馬型イルミネーションに乗ることもできますイルミネーションは今週末12月27日までとなりますので皆様もお見逃しなくお楽しみください そして続いて中島記念に係るイベントの開催のお知らせです12月26日土曜日には女優の尺由美子さんによるトークショーを実施しますまた26日27日両日ともにグルメコーナーが登場しますそして有馬記念レース当日は大変混み合うことが予想されますので有馬記念をご購入される方は26日の前日発売をご利用いただくことをお勧めいたします そして中島記念の誘導馬に佐賀競馬で活躍した京和カイザーが登場します京和カイザーは2015年から17年の中島記念を3連覇し今年5月に引退した名馬です 佐賀競馬祭りの時にジョッキーマスターズレースの誘導馬を務めていましたよねこれちょっと頭にこうちょこんと帽子というかかぶてて可愛らしいですねなんかこう優しい目つきになったような気もしますよね、えー、ぜひ皆さんもご注目いただければと思います、えー、そしてイベント開催につきましても新型コロナウイルス感染予防に努めて実施いたします、えー、皆様におかれましても感染対策を講じた上ご来場をどうぞよろしくお願いいたします、えー、そして 佐賀競馬は12月27日をもって年内の開催が終了し次の競馬は年が明けて1月3日日曜日が開催日となります1月3日は佐賀,競馬に佐賀競馬場にて先着500名様にオリジナルエトオチョコをプレゼントいたしますまた第5レース発売中に年始挨拶式も実施いたします皆様お誘い合わせの上年明けも佐賀競馬場にお越しください というわけで以上佐賀競馬パッカル情報局第259回12月27日日曜日レース展望でした佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は来年2021年1月10日日曜日11日祝日月曜日の展望を9日土曜日の夕暮れ時に配信しますそれでは次回は年明け1月9日土曜日の夕暮れ時にお会いしましょう良いお年をお過ごしくださいませというわけで皆さん 今年もありがとうございました。さようならー。